まはい、お前が世界で一番可愛いよ。みんなに言ってそうだ。いや言ってない言ってない、本当に可愛い。本当にこれね、マジで信じてもらえないんだけど、本当にお前可愛いよ。信じてない。なんで一番ね、ホロライブで壁に刺さり続けてる女、ジェラネフレアちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、最近元気なの？あれなんか病んでる？あれそんなこと元気だよ。かわいいよ。本当にかわいい。ちょっと今日やりづらいな。なやりづらくないだろう。フレアとあの、うん、スバルの関係値謎みたいな。確かに。まあ、じゃあ実際2人どうなんていうとこからやっていこうか。仲良くなりたいけど、はいはい、コミュ障を発揮して結局絡まないみたいな。そうなの？え、違うの？私そうだと思ってました。スバルは仲いいと思ってたよ。ええ、だって遊戯王の話するじゃんよく。え、でもスバル先輩見た後に何の音沙汰もないからもう見るのやめちゃって。やめてやめてやめてないよ。とりあえず遊戯王でなんか話したいことがあったら、うん、クレアに送るっていう流れがある。それはもう私じゃなくて遊戯王が好きなんですよ。違う違う違うよ。フレア、そんなことはない。フレアと遊戯王の話がしたいんだ、うん、あ、そうなんだ。もっと話してくださいよ。私結構スバル先輩の趣味語り好きですよ。嘘。同時視聴とかしてる時のなんか感受性豊かなとことかもすごい好きなんですよね、うん、なんか話にスバル先輩なんか溶け込むタイプ、うん、だからなんかそんなこと言うなよみたいな感じで。そのバカやってるよ。いや、してないしてない。普通に仲良くね、うん、仲良くなりたいと思ってました。あれ？違うでしょ。私はスバル先輩からホロライブ入ってるんですよ。ええ、います、え、言いましたよね。あ、言ってたかも。だからなんか私の中では結構先輩の中でも尊敬してるというか、え、だから頭一つ上がらないみたいな。そんなことないよ。だからなんかスバル先輩に突っ込むときは失礼します、なんでやねんみたいな感じなんですよ。普通のお菓子持ってきた。普通の無難なお菓子持ってきました、ね、確かにフレアから普通のお菓子もらうの初めてだったかもしれない。待って、変ななんか謎のお菓子をいつもくれるじゃん。変な入浴剤ならありましたね。あれでしょ、食べ物のやつ。え、あれどうでした？いや、不思議な気持ちになった。なんかこれ、なんか悪いことしてるみたいな。なんか鍋の中の具ってこんな気持ちなのかなみたいな。ちなみにあれの牛丼をノエルにあげたんですよ、誕生日プレゼントに。え、そ、フレアマジでお前それどこで見つけてきたみたいなやついつもくれるからね。ちょっと実際第一印象どうだった？なんかね、4期とかだと結構スバル怖かったって言われるんですけど。え、声の大きさとかですか？あ、そうそう、声でかいし。おい、言うね、声でかいし。自分で言ってたから。まあ確かに。私が初めて、はいはい、スバル先輩のなんか動画とか見たのが、はいはい、ASMR だったんで、あのスバルドダックがシュバルシュバルシュバル、うまっ！ASMR だったんですよ。え、めっちゃうまいやん。うまいまであるだろう。もう今度じゃあ ASMR 初めてやるときはスバル先輩の真似でやりますね。いや、ファンが泣いちゃうからやめてくれよ。スバル、お前貴重なフレアちゃんの ASMR の機会をこんなってなっちゃうから。でもそれがすごい好きで見てるから割と面白い印象があって、うん、なんかスバルの第一印象は、はい、ガチでお前が好きだフレアって思った。そうやって顔だけの女なんだから。いやいや、顔だけとかじゃなくて、フレアは何がいいで、なんか控えめというか、そんな私なんてみたいなところも含めて愛なんよ。それはグイグイ行きづらいじゃないですか。いや、でもこう控えめなフレアがグイグイ生きてるんがまた愛みたいな、わかる？正直、うん、フレアだったら何でもいいまであるでも私知ってますよ、うん、スバル先輩の見た目は癖だけど、うん、でもなんかフレアはお姉さんっぽいからスバルの癖ではないみたいな書いてましたよ。え、お姉さんっぽいから癖じゃない？なんかもっとママみのある人が好きみたいな。それはね、まだ何も分かってない頃のスバルだね。もう今全てを理解した、あの理解とかで分かったスバルにおいてはもうね、違うの。人それぞれ良さがあって、うん、フレアはフレアであるだけで完成体なの。完全体なの。完全栄養食。わかる？もしかして。あれ、今回のこのコラボで空気微妙になる感じあるか、ワンちゃん。スバルとどこまでしたいと思ってますか？なんかあの、お出かけとか。え、旅行とか行きたいです。旅行行こうよ！
私の中では結構一緒に温泉に入れる仲は結構すごい仲がいいと思ってるんですよ。あ、そうなんだ。入れる入れる、はい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 。でもなんか旅行とか温泉とか雑談する時間が結構長くなるわけじゃないです。なんか割となんかこう距離詰められる時間かなと思うんですよ、うん、で私は旅行行きたい、はい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 、行きたい行きたい行きたいは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 い。でもフレアと やりたいことはやっぱりあれかな、お散歩かな。お散歩、うん、行きましょう。暖かな日の光の中で二人で寄り添いながら歩いていきたい。ちょっとなんか旅行もいいんだけど、スバルの中で散歩っていうのはこう神聖な、うん、ごめんキモいか、ちょっとピュア、キモいピュアなの、うん、やばいか。いや、散歩っていうのはこう神聖なことなの。二人で歩く、ただそれだけではあるけれど、うん、ロゴやん、いや、ロゴバカにするな、散歩散歩バカにするんじゃない。なんか、いや、行きましょう。散歩って歩いてるだけなのね。相性が試されるというか。でもスバルはフレアとなら行けると思うから、うん、はい、フレアと散歩したい。え、散歩しましょうよ、うん、どこ行きます。代々木公園とか行きます。うわおい、お弁当持って代々木公園行こうぜよてか、代々木公園の花の中に佇んでるフレアよーってなったわ今。ちょ、逆に旅行を交えて大通公園どうですか。大通公園、札幌の、札幌の大通、もうどこでもいいよフレアとなら札幌の涼やかな風の中で風に吹かれて髪をかき上げてるフレアいいなと思ったよ今。私は、うん、そのベレー帽がポンって飛んで、あー、スバルの帽子がって言ってるのみたいですね。絶対可愛い。え、なんか照れてくないかここキモいとか言われてもキモくないだろ別にスバルはもうね決まってるんだよ。フレアはスバルの妹なの、はい、私もお姉ちゃんがいいっす、スバル先輩の。え、じゃあもう、はい、お姉さん公式ですいや、だよね、フレアは妹がいいんだよね、うん、結構理解している、うん、全てを分かったから理解とか言ってこう甘えてるフレア可愛いんよなになにそれもうそれ何なんですか。ルーレッツがあるんですけど、ちっちゃくて見えな何が出るかな、フレデータ、何が出るかな、フレデータ、ルルルルルル、あー聞きたー、フェチ大公開時代、フェチみたいな部分ですか、それとも、そう、私はあの手の血管とかですかね。おいおい、可愛いかよ結構浮いてるのが好きなの。浮いてるの好きですね。スバルの手どう。めっちゃ綺麗。持ってない。めっちゃ綺麗ですよ。めっちゃ綺麗。血管浮いてるし。最近家から出てないんで。出よう。最近家から出てないんで結構透き通ってます。めっちゃ綺麗ですよね。イエーイ、ありがとうございます。すごい。フレアさ、なんかアクセサリーとかつけんの？自分の手。それは何ですか？これはノエルとつけてたペアリングですね。あ、目が。でもいいんだ。あ、これ仲良しリングです。フレアがいいんだよ。え？フレアが笑顔ならそれでいいんだ。すぐ浄化していってる。サラ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 。ちょっとやばいな。フレアを挟むことによってスバルとノエルの関係値が謎な関係値になるかもしれない。巻き込まないでもらっていいですか？やばいな、この二人のやり取りに。ちょっとまずい。不思議な気持ちになった一瞬。じゃあ続いていくよ。あ、まだ回るんだ。あ、そうだよな、これずっと回るから。何が出るかな、何が出るかな。モノマネ、モノマネ。え、なんでもいいよ。じゃあ私はスバル先輩のモノマネしますね。そう、あじめい、あじめい音圧までモノマネじゃなくて今やばかった、キリッ僕、え、やってもらっていいですか。あじま、あじま、なんでちょっと遠慮したんですかあじま、あじま、あじめい、あじめい。マジで似てるじゃん。え、でも今パイナップルって言われてパイナップルなんだあのパイナップルは。フブちゃんとスイカゲームをなんかやった時に、はいはい、フレアパイナップルやってよってなんか謎の出た、謎の無茶ぶりがあって急にね熱暴走起こしたフブちゃんみたいなやったよってえってなって、あの最初顔真似から始まったんですよみたいなやばい。あ、だから白神のパイナップルっていう名前なんだ。白神が好きなパイナップルなんで白神のパイナップルなんですよ。ちょっと聞きたい聞きたい、白神パイナップル。僕は白神のパイナップルなんだけどさパイナップルですよ。確かにパイナップル。え、パイナップルくんは白神のことどう思ってんの。大好きだよ。でもね、今年はねまだ白神に会ってないんだよね。パイナップルくんにはね今年も頑張ってもらいたいですね。よろしくね。
アッシュバルもよろしくな。わかった。ゲストがスバルに指示できます。何がいいかな。ちょっとみんなのお願いを一個聞くっていうのどうですか。あ、確かに。じゃあ今からスバルに対してお願い書いて、それをスバルが矢印のこれで決めるか。ハグ。はい。ああ、ありがとうございます。幸せだ。ああ、もう。賢者モードになってる。今日いいな。今日。続いて何が出るかな。お、ホロライブの推しメン。誰だと思います。え、誰だろう。誰。俺のイナ。出たー。俺のイナ出たー。俺のイナ。俺のイナについてね。ちょっとじゃあ1分いきますよ。どうぞ。知ってますか。最近。うん、あ、本当に好きなんだなっていうのが溢れていたよ。だってでも英語わかんないから、うん、もうなんか見てるだけなんですよ。本当にあのなんかコラボできない女なんですよ。あ、なんかもう憧れなんだ。そう、なんかアイリスが、うん、なんかイナちゃん誘おっかって言われたら、私は見てるだけでいいのみたいな。喋ったことないの？あ、うん、一回会って、うん、あの、あ、一回、二回、リアルでも会ったことあって、その直接会って、イナちゃんと俺のイナって言ったことがあるんですけど、うん、なんかやっぱちょっと。何なんかちょっとやっぱ。無理っすよ。イナちゃんと、イナちゃんに嫌われたくない。かわいい。え、イナはもう最初の見た目からタイプだったの？何？え、でもイナちゃん見た目から好きだけど、でもこれ言うと結構誤解されるんだけど、うん、私がロリコンだからイナちゃんロリだから見た目刺さるからねみたいなこと言われるんですよ。イナちゃんは普通に可愛くて好き。あ、もう、うん、本当に全てがドンピシャなんだ。あ、そう、ね、声も本当に可愛くて、可愛いよね。なんかマジでイナちゃんの声一生聞きたいみたいな。何でしょうね。イナ聞いてるって言ってますね。みんなイナちゃんをよろしく。みんな俺のイナだからな。そうやの。私のイナです。クレア先輩のイナって言ってたの。はい、私のイナね。マウントやめなー。厄介オタクのマウントやめなー。はい、私のイナです。はい、ということで皆さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。それではね、今日この辺で終わりたいと思います。最後はおつやきとり。バイ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 。うまっ。